もなおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はこのキャラクターを育てました。使っていきましょう。ゼウスですね。ゼウスは耐性が3つ無効になってます。雷と浜と呪殺ですね。これが無効です。残りの4つを、無効以上にすることが可能なんですけども、そのためには皆殺しと殺し、ここを抜きたいところなんですよね。で、ユニークスキルが、ストックに生存してる味方が多いほど自身の雷属性の攻撃の命中率とクリティカル率が上昇する。このクリティカル率がどれぐらい上がるかですよね。今のところ、殺しと皆殺しを入れてほぼ 100% クリティカルが決まってます。どうなんでしょうね。全員生存してる味方を入れてるとクリティカル率がどれぐらいになるのか。まあ、今日はちょっとね、殺しと皆殺し、これを抜いて試してみようと思います。まずはちょっと殺しを抜いてみますね。スキル殺しを抜いてきました。そして、ルシファーも抜いてきましたので、さあ、どれぐらいのクリティカル率になってるんでしょう。キャラクターは25体全部生存してますね。で、皆殺しだけです。クリティカル率、これでも 100% だったらすごくいいんですけどね。どうだ？クリティカル、おお。皆殺しだけでクリティカル率 100% になるっぽいので、皆殺しまで抜いてみました。スキルこんな感じにしておりますね。耐性系を多めに入れてます。まあ、マスクを一つ入れた方がいいのかもしれないんですけどね。まあ、とりあえず、殺し系は入れておりません。これでクリティカル率はどうなるのでしょうか？では、行ってみますね。ゼウス入ってませんね。殺し系は一つも入っておりません。これで 100% だったら結構いいと思うんですけどね。クリティカル OK。 おっと、おーおーおー、はい、ということで今日はゼウスを使っていきました。殺しを2つもともと入れてたんですけども、殺しは必要ありません。ユニークスキルのストックに生存している味方が多いほどクリティカル率と命中率が上昇する。これが強すぎて、クリティカル率を他で上げる必要がないですね。これがあるだけで、クリティカル率が 100% になるっぽいです。あ、ちなみに10回攻撃をして10回中10回クリティカルだったので、そういう判断をしました。おそらく 100% になってると思うんですけどね。まあ若干低くてもほぼほぼクリティカルなので、もう間違いないでしょう。すべて耐性を入れて、めちゃくちゃ強くしてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。